皆さん、こんにちは。えー、本日もねやっていきたいと思います、えー。今日はですね、なぜロックアウトなんかしてんのかというところなんですけども、まあねつまんないね、ロックアウトということで、まあなんでこんなことをしてんだという話ですね。でまあ、今回はね僕なりの解釈とかも含まれてますので、まあこれがね正しいとは言い切れないんで、まあ、そういう感じでまあ、一つのなんて言うんでしょう参考とか、こいつ勝手にしゃべってんなみたいな感じで見てもらえればと思います。 でまあ、ねなぜだっていうんですけどまあ、一番大きいところはお金の問題でねまとまらないっていうのがあるっていうことなんですけども、まあ、2022年ね今年は 214mm からスタートという感じだったようででまあこっから5年で220までしかいかないっていうのが MLB 側の、えー、提案というか、えー、意見。 4.8%の上昇しかないというところで,で、まあ、MLB プレイヤー側です、ね、の、えー、要求としては260まで、えー、この5年でですねだから22、23、24、2526年までの間に260まで、えー、この上限というのはあの贅沢税の敷地の上限がここまで上がるということですね。 でこれだと23.8%ですね、260だと。で、2007年からの5年間は、プレイヤー有利の30%の、えー、アップだったんですね。で、今回、あの期限が切れた2017年からの5年間は、MLB 側有利の11%の上昇だったというところで、 で、この260っていうのはその中間のちょうど中間の23.8%ということらしいんですねだからまあ2007年から30%上がってで2017年からはそんなに上がらなかったというところで、まあ、このあとまた4.8%の上昇ってなっちゃうとねかなりまた少ない上昇で終わってしまうというところになるので、まあ、プレイヤー側からすると えどん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 こうね上限値が縮小されていってまあ FA をねこう何て言うんでしょう安いお金というか高額の FA がねここのところに残っちゃうっていう現象がありましたよね近々ねこの数年今年はなんかロックアウトの影響でまあ早めにこう契約されたっていうのもあるんですけどもまあコロナの影響もあったしその前とかもねえ残ってる人いたじゃないですか有名なところっていうのがね まあそういうのがこの上限値のせいだというのもありましてこれがどんどん下がっちゃうっていうかえアップ率が下がっちゃうとまあチームとしてもね積極的にこう補強ができないお金を使わなくなっていくんじゃないかという話でまあプレイヤー側もねえそれそこそこアップしてくれよという話ですねなので今回はえなんかすごいね増えるように思うんですけどもえその 今回切れたのの前から比べるとそんなにね、えー、少ないという感じそしてまあ今回切れたものと合わせて中間ぐらいだということで、まあ、ちょうどいいところを取ってるんだということなんですけども、まあ、これがえどう出るかという感じですよねでまあねそのどう出るかっていうことなんですけどもどうなるんでしょうねだからここがま,あまとまってないんで まあ決まらないっていうのも大きいと思うんですけどまあこれだけじゃないと思うんですよね。であとなんか、えー、年俸のね上限もあってあと下限値下のところも、まあ、決めてそれ以上は補強しなきゃいけないとかなんとかっていうのも確かあった気がするんでまあその辺はねどうなるか分かんないんですけどもまあ大きなところで言うと多分ここなんでしょうけどもね。うん。なのでまあこれがどうなるかという問題と。 あとまあね、コミッショナーが、まあ、オーナー寄りの人間というかまあ、オーナーから選ばれるということらしいんですよね、コミッショナーっていうのは。だからまあもちろんオーナーに選んでもらったからっていうので、オーナー寄りっていうのはまあしょうがないと思うんですけどもね、まあ政治家もそうじゃないですか。だからまあ、ね、そういうことでしょうがないんだけどまあなんかこう、そういう背景があるから、 あんまりまとまらないのかなっていうのとあとここからはまあ個人的意見なんですけどドジャースなんかそんなにねその何て言うんでしょう上限値あの贅沢税のね上限値が上がってくれた方がドジャースとかはいいんじゃないかなって思うんですよねこんだけ飛び抜けて使うからで、まあ、もちろんそれが上がっていくことによってどん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 こう 選手の給料が上がっちゃうよねっていうのでまあ嫌だなっていう場合もあると思うんですけどただね、こんだけ飛び抜けてるチームがそんなに嫌がるかっていうとちょっと微妙だしあと、ここのね、要はその中途半端なところ要は上限値より超えないようになんとかやりたいみたいなチームは多分嫌がると思うんですよね。うんその なんとかやりたいっていうところの上限値も上がっていっちゃうわけなんでだからまあ一番よくないのは多分ヤンキースじゃないかと言われてるんですけどねオーナーがね、うん、だからまあ僕もヤンキースファンだけどまあそういう感じもあるんじゃないかなと思っちゃうんですけどこ,うこのギリギリの人たちねでメッツなんかもう今年ね飛び抜けてるんで関係ねえやみたいな感じで補強してるから まあ、メッツのオーナーがそんなことを考えてるともあんま思えないしであとこのお金をあんまり使ってない球団ここには書いてないですけどレイズとかね、まあ、その下の方にいるパイレーツとかそういうところのオーナーなんかも別にその下限値これ以上は補強してねっていうところを設けるっていうのは反対するかもしれないけど上限値が上がることに対してはまあその戦力格差が生まれちゃうっていうのはねもちろんあるかもしれないんだけど。 でもまあその中でやってきてるチームでもあるのでだその辺のチームもあんまりこのね上限のところが上がっちゃうっていうのはあんまり気にしないのかなって個人的には思うんですよね。ただまあ他の考え方もあるからそのね戦力格差とかそれが大きくなっちゃうとかいろいろねまあ僕が分かってないところでいろんな意見があると思うんでまあ ね、それは分かるんですけども個人的にはねそういう感じで思っておりましてだから反対してるっていうかなるとね、うん、だから全員が全員のオーナーがダメだって言ってるっていう意見ではないと思うんですよねって思っちゃうだからやっぱりなんかこう意見の強いところのオーナーがいてまあその意見を通しちゃってまああんまりまとまらないっていうね ととこころなななののかっってていいうはは個人的には思ってるんですよねねどど言えないけど、ねうん、だからまあこんなつまんないことやってないでね早くこうロックアウト開けてまあシーズンに向けてね、えー、やっていってほしいなっていうのがやっぱりファンとして、うん、思う気持ちですよねっていうかつまんないじゃないですかこんなことやっててもねそれで全然また開幕が遅れちゃうとかまあ そのコロナがどうのこうのっていうのはね、今また心配されてますけども、まあ、それはしょうがないと思うんですよ、コロナのあれだからね。ただ、このロックアウトがどうのっていうので開幕が遅れちゃうっていうのは、やっぱ一番やってはいけないことだと思うしで、これでまた選手が振り回されてね、しっかりと調整できないっていうのも困るしね、だからそれだけは避けてほしいなっていうのがありましてね。だから、まあ、何度も言いますけど、個人的にはこう、全員が全員のオーナーがですね、 えー、これに反対してるとは思えないし、まあ、どういうふうにあれを意見を出してるんでしょうねちょっとその辺もよく分かんないんだけど全員の意見を聞いてるのかまあなんか代表がいてそいつの意見になっちゃうのかっていうのはあると思うんですけどじゃどうなんでしょうねまあとりあえずね早くロックアウト開けてほしいなとは思うんですけどもまあ多分誰かしらが。 まあそれをね妨害されちゃってるんでしょうね。っていうのは思いますけどもね。と、うん、いうことでまあ今日はですね個人的な多分偏った意見になっちゃったと思うんですけどもねまあ、ヤンキースファンですけど私はねただまあオーナーがねちょっと悪さをしてんじゃないかなっていう気もしなくもないというところでまあ、ちょっと、ねえー、いろいろと今日はね個人的な意見も含めてお話ししましたけどもね まあなんかこう、このね、話し合いについてとか、まあ、オーナーのこととか、どういうことになっているのとかっていうのをね、詳しく分かっている方がね、いたり、あと違う意見がありましたらね、コメント欄とかに書いていただければなと思います。ということで、ね、本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter とインスタのフォローもよろしくお願いします。では終わります。